大阪の、ウツボ公園の南側にある、松緑の下田です。今日はお正月の料理ですね。筑前煮、ご家庭でも作ると思うんですけれども、料理屋さんのやる筑前煮を、やらせてもらいます。今日は筑前煮の材料、8品中に用意してます。まずこんにゃく、れんこん、くわいで、金時人参で、小芋、干し椎茸ですね。これはもう戻してます。絹さや、これはもうボイルしてますね。湯がいてます。でこれも湯がいたたけのこ、これも半丁で、こっちにもう一つあったんですけど、今日は縁起物で手綱、よく家でもやると思うんですけど、手綱の、こんにゃくにします。1センチぐらいですかね。切ってもらって、これの、真ん中ですね、両端を残して真ん中に包丁の先で少し切り目を入れていただいて、これは多分ご家庭でもよくやることなので分かるとは思いますけども、これの端っこの中に入れてあげます。そうするとこういうねじれた手綱ですね、手綱こんにゃくになりますので、これが、お正月に手綱を締める、引き締めるっていう形でお祝い物で使ったりしますので、たけのこですね、このボイルしたたけのこです。まあ、大きさは、大体全部揃えるぐらいの大きさですね。これちょっとちっちゃめのタケノコなんで、まあ、頭のところ残してもらって、下と頭を分けてもらって、まあ、ここはいちょう切りでもいいですし、乱切りしてもらってもいいです。まあ、これはちょっといちょう切りに、大体これぐらいのサイズですかね、に全部揃えて切っていきます。松竹梅の竹で縁起物なんで、もしあれば入れてあげてください。頭は 半分に割ってくし切りに、こうすると竹の子らしい形になって、で椎茸、これは干し椎茸ですね。やっぱり出汁が出るんで、生の椎茸使うよりもこういう全部一緒に炊くときは干し椎茸の方が味が出て美味しいと思います。で一晩水につけて戻したものですね。後で干し椎茸の出汁戻し汁ですね、それも使うんで戻した出汁は置いといてください。絹さやですね、これはもう青いで使います。筋を取って、湯がいたものですね。金時人参ですね。これは今日はちょっと料理屋さんっぽく、梅人参、松竹梅の、梅の形をした人参にしますね。まずは皮をむいてもらって、まあ、ピーラーでもいいです。薄くむいてください。1センチぐらいの太さに切ります。梅の形の、打ち抜き、これで、包丁で剥くのはちょっと難しいんで、これで、タオルの上に置いてもらって打ち抜き、これを、この中ですね、入れてもらってグッと押します。タオルを下に引くと下までグッと行ってつながらなくなるんで、でここがすぐ悪くなるんで、タオルでやると長持ちします。このまま入れてもらっても十分いいんですけども、少し立体的にいろんな入れ方がありますけど、ちょっと簡単なの、ここから中心に向かって、花びらを一つずつ
このくぼみですね、へこみから中心に向かって斜めに入れます。全部のくぼみですね、中心に向かって斜めに入れていきます。これで今全部入ったんですね。で次はここの一つずつの花びら、ねじり梅って言いますけど、花びらを作ります。ここの3分の1ぐらいのところから斜めに入れます。わかりますかね、こういう感じですかね。これを全部同じ方向ですね、入れていきます。少しだけこの端を残してもらったらより立体的に花びららしくなりますね。で最後にこれを後ろ側、上はいいです、後ろ側ですね、少し崩れしないように角を面取り、次は小芋ですね。小芋は土を洗って軽く拭いてください。まず上と下と上を揃えます。今日は六方向きって言って皮を六角形に向きます。縁起物ですね、六角形っていうのは亀の甲羅の形ですね。それはそれっぽく見せるために六方向きですね。煮崩れしにくくなりますし、あとは編み映えも良くなるので、ちょっと難しいですけど一度チャレンジしてみてください。まず小芋を一回向きます。この時にグッと包丁を滑らすように。でこの面の次は対角線上ですね、対角線上にもう一回同じぐらい向きます。対角線上に。であとはここを2つに向いて2回向きますね。そうすると、六角形、亀の甲羅ですね、みたいな感じの六角形になるので、これを今日は全部の大きさ揃えるために、半分に切りますね。そうすると、きちんと六方に見えます。じゃあ、レンコンですね、今日は。これはピーラーでもいいんで、包丁でもどっちでもいいです。薄く抜いてください。剥けたレンコンを今日は、花の形ですね、この穴一つずつにこういう花の形を花レンコンって言いますね。それをしていきます。ちょっと料理人さんでも結構大変な作業なんですけど、まずこの穴と穴の間ちょうど真ん中ですね、そこにグッと切り込みを入れていきます。これをすべての穴の間ですね、ここに全部切り込みを入れます。この時ちょっと、ゆっくり入れないとレンコン割れやすいので気をつけてください。この筋のところにこの輪っかと同じぐらいの花びらをつけていきます。輪っかになるように
こういう感じですかね。すべてレンコンの穴一つ一つに作っていきます。感じで一つ一つの、花ですね、花びらになるように向いていくと、こういう花の形をしたレンコンになるので、もしできるなら料理でも難しいんで無理しないでやってみてください。上に飾るんで、ちょっとこのままやったら大きいんで半分に切ってでスライスして、レンコンはちょっと割れやすいんで包丁もゆっくり下ろしてあげてください。一気にやるとせっかく綺麗に切ったレンコンが割れてしまうことが。次はくわいですね。お正月のおせちには絶対入ってると思います。芽が出る縁起のいい野菜ですね。今日はこれを普通筑前煮にはあまり入れないんですけど、お正月ということでこれも一緒に入れさせてもらいます。ここの根が非常に折れやすいんで、ここだけちょっと気をつけてもらって、この上の皮ちょっと1枚外してきれいにしますね。この乾いてる上の皮を外せば下に綺麗な芽が出てきますので、松竹梅の松ですね、松ぼっくり見立てて剥いていきます。まず下を落として、それでこっちの芽、これも長すぎたら炊くときに折れてしまうんで、少しだけ半分ぐらい斜めに切ってあげてください。それでこれもさっきと小芋のように六方に剥きます。その時にここの、この芽の付け根をめがけて剥いていきます。この芽の付け根まで芽を落とさないように対角線上に2本、あとここを2回に剥いてね、剥いてあげます。感じで、先ほどの小芋と一緒ですね、6本剥き、これにします。で次はこれが、松ぼっくりですね、松かさになるように、この6本の線、ここに切り込みを入れていきます。まずはこの1本目ですね、まっすぐこの下の面と平行に1本入れます。少しそれで出して、次は上です、斜め上にこれを外すような形で入れます。ここはだから三角形みたいになるんですかね、はい、これをこの平行に1個飛ばして、ここやったんで、次は1個飛ばしてこっちですね、1個飛ばしずつやっていきます。三角形に同じように1個飛ばしでちょっとずつ下に、それを繰り返していきます。
くわいが、松ぼっくりみたいな形になるので、松笠くわいですね。松竹梅の松ですね。はい、これを次、今から炊いていきます。かつおだしね。で、しいたけの戻し汁。お酒。最初に入れるのは火の通りにくいもの、小芋ですね。小芋で、じっくり炊いた方が旨味が出る、味が染み込みやすくなる、椎茸、干し椎茸で、タケノコで、レンコン、ね、これはちょっと味が入りにくいので先に入れますね。で、入れてから、次はここから火を強火で沸くまで全開にします。沸いたらちょっとこうアクを取ってもらってですね。今野菜ばっかりなんで、ちょっと動物性のもの、動物性のうまみを入れていきます。これは今日は鶏肉ですね。筑前煮やったら入れるんですけど、それをさっと霜降りして、周りだけ、それを、この沸いたところに入れます。それで次がこのくわいですね。松笠のくわい、これがちょっと根が取れやすいんで、入れたらもうあまり混ぜないようにしてください。くわい入れます。こんにゃく、で、人参ですね。上に向いたのと、乱切りにした人参全部入れて、でもここはずっと強火でいいです。ボコボコ沸かしてあげてください。砂糖、最初に砂糖ですね。で、みりん。で、今日は薄口醤油と濃い口醤油を入れます。薄口醤油だけでしたらちょっと色目が薄くなってくるので、ちょっと旨味を足すために、濃い口醤油と割っていきます。薄口醤油と濃い口醤油ですね。全部入れて、次は沸き始めたら中火にして、アルミホイルか、あとは落とし蓋、どちらでもいいですけど、ちょっと上から落としてあげます。この時グラグラしすぎると煮物同士がぶつかって角が取れたりとか、せっかく梅に向いた人参が割れてしまったりとか、くわいの芽が取れてしまったりとかしてしまうんで、ポコポコでいいです。2、30分コトコト炊いていってもらって、だしが1割、2割ぐらい減るぐらいまでいってもらったら、だいぶ全体的に味が旬でると思いますんで、あとはもうそのまんま 火を止めて、で、火を止めて、そのまま冷ましていただいて、で何か容器かなんかに移してもらって、で一晩味が入るように寝かしてあげてください。これがもう昨日作って、一晩寝かせた、冷めてから一晩冷蔵庫に寝かせて味が入った、筑前煮ですね。あとはこれは盛り付けてもらいます。ちょっとお正月なんで、日持ちするために少し味付けは少し濃いめにはなってますので、盛り付ける時に、重要なのはこれちょっと飾りですね。上に乗せた方がいい、綺麗なもの、こうやってちょっと上に飾れるようにちょっと置いといて、こういったお重とかですかね、大鉢か不重か家で持っていただいたら、もう下の方はどんどん入れていってもらっていいと思
思います。後で上に綺麗に飾れるように少しだけこうやって置いとくといいですね。後で置いてた飾りですね、ちょっと上に分かるように飾ってあげてください。極力こういうのは全部の食材が見えるようにしてあげると綺麗に見えますね。正月バージョンですね。お祝いの、ものを入れて、筑前煮っていうのはやっぱり家族でこういうふうに一つの鍋で、一緒に炊くことによって家族団らんとかそういう意味合いもありますんで、よかったらご家族で食べてみてください。